幕末チャンネル。皆さんこんにちは。金融コンサルタントの高橋と申します。よろしくお願いします。私ですね、このままだと銀行がなくなってしまう、ゼロになってしまうんじゃないかというふうに考えておりまして、本日はですね、なぜじゃあ銀行がゼロとなってしまうのかについてお話をしたいと思います。まずはじめにこの数字を見ていただきたいんですが、これ115分の78、何の数字だろうということなんですが、115というのはですね、これ銀行の数ですね。みずほ銀行ですとか三井住友銀行といった大手行、あとは横浜銀行、千葉銀行といった地方銀行、これを合わせて現在115をあります。でそのうちの78がどうしたかというとですね、減益ですね、利益が減っていると。2019年3月末の数字なんですけれども、78行がですね、前年と比べて利益が減っている、減益というような状況になってます。でさらに悪いことにですね、この78のうち3行はですね、最終赤字、損が出ているというような状況になります。でその3行というのがですね、まあ不動産投資でおなじみの、まあ、駿河銀行、シェアハウスで大きな赤字が出ました。それから大阪の大正銀行、これは1月に合併しまして、徳島大正銀行となってます。でさらにもう1行がですね、実はみずほ銀行なんですね。まあ、これあくまで単体ベースなんですけれども、もう実は、昨年度は赤字になっているということになりまして、まあ大手行から地方銀行までですね、大きな銀行、多くの銀行の業績が悪化しているということになります。でなぜなんだろうということで、理由が3つあります。まあ一つは人口が減少してます。もう一つは低金利で、最後にこのデジタル化の進展、まあこれ3つ合わせて30区と言ってるんですけども、まあこの3つによってですね、まあ銀行の業績が大きく侵されているということになります。でじゃあ銀行はそもそも利益を何で稼いでいるのかということなんですけれども、ここにありますように貸し出し、運用、手数料と3つの方法で銀行は収益を上げています。でまず預金ですね、皆様から預金を集めます。で集めた預金を金利をつけて高く貸し出すのがこの貸し出しですね。低く預金を集めて高く貸すことで利ざやが生まれるということで、まあこの利ざやを取ることがですね、まあ銀行にとって一番大きな本業と言われているビジネスになります。でその他ですね、集めた預金をまあ一部国債ですとか株式なんかでも運用して利益を得てます。まあそれが運用で、三つ目がですね、いわゆる投資信託ですとか保険といった商品を販売してですね、まあそこから得られる販売手数料なんかのビジネスもあって、でその三大ビジネスがですね、まあ先ほどのこの人口減少、低金利、デジタル化という動きによってですね、大きく影響、悪影響を受けてですね、まあ業績、収益が上がらなくなっているというのがですね、今銀行が置かれている環境ということになります。で人口減少なんですけども、まあ人口が減少してるだけならともかく、少子高齢化も進んでるんですね。まあどんどん高齢化が進んでいて、一方で赤ちゃんがなかなか生まれてこないと。で過疎化というものもまあリンクして進んでると。で低金利、これは日本銀行の緩和策なんですけれども、景気を刺激して、まあ生活を豊かにして物価を上げるためにですね、どんどんお金の供給をしてます。でそれ自体は悪いことではないんですけれども、まあ、結果的に金利が低くなりますので、その分先ほど申し上げた預金を安く借りて高く貸すという、まあ、銀行の利ざやのビジネスにおいてはですね、こう利幅が縮まってしまうという、まあ、悪影響が出ているということになります。で、さらに問題なのはですね、残念ながらこれ一時的な施策ではないんですね。人口減少、これはですね、まあ中長期的にも多分日本の人口これからも減っていくと言われています。なので環境が変わらない。今まで100人いたお客様が80人、50人と減っていってしまう。で、低金利に関してもですね、これなかなかやめられないんですね。急に金利を上げたら、やはり景気が悪くなってしまう。今アメリカと中国の問題ですとかウイルスの問題も出てきている。世界経済が混乱している中で、こ
この低金利政策っていうのはですね、まあ、すぐにはやめられないというような状況になっております。でさらにこの3つ目のデジタル化、デジタル化って何なのか、これはですね、まあ、いわゆる GAFA と言われるようなところが銀行業務に進出してですね、まあ、既存の銀行の仕事を奪っていってるというような状況になります。で具体的にはどういうことなのか、例えば皆さん、まあ、預金をしたり振り込みをしたり借り入れをしたりと、まあ、銀行を活用する機会っていうのはあると思うんですけども、今なかなか銀行のお店店舗には行かないですよね。銀行員ともまあ話したこともない方も多くいらっしゃると思います。だってネットでできますから、スマホでちゃちゃっとできますから、でキャッシュレスも進んでおります。どうしても現金が欲しいときはコンビニ ATM もありますということで、まあネットスマホキャッシュレスそれからコンビニ ATM というものの、まあ便利でスピード感がある商品なりサービスの提供によってですね、まあなかなか銀行の店舗に行く機会っていうのが減っているということになります。で、こうしたサービスを提供しているのがですね、ネット銀行、ネット証券と言われているようなところですね。まあ SBI の銀行であったり、ジャパンネット銀行、ソニー銀行、それから楽天、LINE、ソフトバンクなんかのキャッシュレスのサービス。でさらに、これアメリカの Google、Apple、Facebook、Amazon といったところもですね、金融や銀行業務へ一部進出したり、今後進出したいというような意向を表明しております。まあ、ですので、既存の銀行が今まで独占していたですね、ビジネスが、まあ、こういった新しいプレイヤーによって侵されているというのが、まあ、現状になります。で、この新しいピンクのプレイヤー、何が強いのかというと、まあ大きく分けて3つあります。まあ一つがですね、やはりイノベーションでの優位性ですね。まあ彼らスマホアプリとかブロックチェーンとか、あらゆるこの最先端の技術をまあ応用してですね、サービスに展開していると。イノベーションでの優位性がやはりあると。で、もう一つはですね、やっぱり圧倒的な顧客層と知名度があると。Amazon、LINE、みんな使ってます。名前も聞いたことがある。顧客層もグローバルに日本国内だけでも多くあります。で、3番がですね、彼ら銀行が本業ではないので、本業から資本投下できる。まあ変な話、銀行が儲かってなくても、本業である通販であったり、スマホの販売であったり、ところからですね、資本投下できるといったまあ強みもあるわけでございます。で、一方で既存の銀行はですね、どうかというと、ここにございますように、過大な店舗と人を抱えてるんですね。で、一方で今、ネットやスマホの時代になりましたので、なかなかこの店舗に行かない。行ったことがない。店舗が行かないなら人もいらないということになるんですけども、先ほど見ていただいた115校全体でですね、店舗が1万3000店舗近くもあると。で、人も29万人も働いているということで、悪いことではなかったんですけれども、まあ、ネットスマホ化が進むに至ってですね、ちょっと重たい、重荷になってきていると、まあ、現状でございます。で、この店舗と人を抱えることがどうなるかと申し上げますとですね、やはり先ほど見ていただいたネット銀行やネット証券、といったところにはですね、既存の銀行は勝てないんじゃないかと思ってます。つまり既存の銀行、メガバンクであったり地方銀行と言われているところがですね、まあ戦艦ヤマトですね。悪いわけじゃないんです。しっかりしてます。重装備で店舗もしっかりした綺麗な店舗持ってます。人もいっぱい働いてます。ただ一方でですね、新しい相手は飛行機なんですよね。スピード感があります。軽装備です。動きが早い。なぜなら人と店舗を抱えてないから。ということで、まあちょっと異次元の戦いでなかなか直接戦うということになると、勝つのが難しいんじゃないのかなというふうになります。まあですので、なぜ銀行がゼロになる可能性があるのか。今後、人口減少、低金利、これしばらく続きそうです。で、これだけなら銀行以外の業種にも影響してます。日本全国、どの業種であってもですね、同じなんです。ただ銀行の場合は、このデジタル化、ネット銀行やネット証券と言われているようなところがですね、銀行業務をやり始めてきている。異業種が侵入してきてくることによってですね、115ある銀行がゼロになってしまうんじゃないのかなというのが私の考えになります。では、本当にゼロになってしまうのかと。これ何とか回避する方法はないのか。というのも一応お話ししておきますと、3つございます。既存の銀行がどうやったら
ゼロから生き残るのか、まあ、やはり店舗と人のリストラをするしかないと。まあ、今もやられてますが、より踏み込んでやる必要がある。まあ、二つ目が、新規の事業はストップしましょうと。新規の新しいことやってる場合じゃないと。で、三つ目がですね、銀行の存在意義って何なんですか？やはり本業である貸し出しをすることですよねと。預金を安く集めて高く貸し出すという、この本業に回帰をして立て直すことが必要なんじゃないかと。まあ、この三つができればですね、生き残る可能性っていうのは、まあ、まだ十分にあるのかなというふうに思っております。で、最後にですね、じゃあ不動産投資家にとってどんな影響があるのか。一つ目がですね、不動産ローンの強化ということで、まあ今申し上げたように銀行は今後本業に回帰してきます。まあつまり貸し出しを増やそうとします。まあ、ですので結果的に利幅が厚い、まあ不動産投資ローン、まあアパートローンですとか不動産投資、住宅ローンも含めてですね、まあここはやっぱり外せないということで、どの銀行も強化してくるはずです。で、これは決して皆さんにとって悪い話ではないと。で、二つ目がですね、デジタル化で利便性が向上。まあ、既存の銀行も今後 AI 化ですとかスマホ化が進みますので、今まで審査で何回も店舗に行かなきゃいけなかった、書類を紙で出さなきゃいけなかったというのが、まあ、デジタル化が進むことによって、皆さんの利便性が向上する可能性がある。で、三つ目はですね、まあ、百歩譲って既存の銀行がなくなってしまった、もしくはサービスをやめてしまったとしてもですね、先ほど申し上げたネット銀行やネット証券、新しい異業種のプレイヤーというのがですね、この不動産投資ローンにも参入してきますので、まあそうすれば、また新しいプレイヤーによる新しいサービスが提供されることになります。よりスピーディーで、金利もより低く、で、場合によっては、条件によっては、優遇措置なんかも出てくる可能性がありますので、このデジタル化の話に関してはですね、まあ決して不動産投資家には悪い話ではないというふうには思っております。本日はここまでになります。ありがとうございます。楽町があなたの大家さんデビューを応援します。投資用戸建ての購入資金やリフォーム費用700万円をプレゼント。ベテラン大家さんの広野内智樹さんからのアドバイスももらえます。詳細はこの動画の概要欄をチェック。今、大家になろう。楽町チャンネル登録よろしくお願いします。